はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。9月は5日木曜日、日が照ってきましたね。暑いやん。この部屋も30度、今ちょっと超えてるんちゃいます。 30.5 度ぐらいになってますね。なんか暑っていう感じですよ。お昼にですね、ビール券料をですね4缶いただきましたんでですね、なんとなんとですね、今日は昼寝できるかなという機能しましたね。はい、毎日しています。さてさてですね、楽しいお話でございまして、JB プレスに今日出た記事かな、平井俊治さんといいまして、この方はですね、韓国の韓陽女子大学助教授という、向こうで大学の先生してるんですね。韓陽の韓はですね、漢字の韓です。陽は太陽の陽ですね。で、まあね、お隣で助教授をされているという、まあ、頑張ってくださいという感じですけども、この方が JB プレスに寄せた記事でですね、韓国で反日が再び勢いと。ちょっとこの方の期待をですね、こう反映してるこうキャッチかなと思いますけど、最大野党党首が玉ねぎ男と狙う日韓関係の大暗転ということでですね、ちょっと読みましょうか。韓国でまたもや反日が勢いづいてきた。ほんま？そんなことないんちゃうの。ユン・ソンニョル政権発足以来、一気に雪解けが進んだように思われてきた日韓関係だが、それは見かけに過ぎなかったらしいって、なんかもう期待値大きすぎるんですけど、このリード。本文いきますね。ここに来て反日が勢いづいている背景には、ユン大統領の不人気がある。この年4月に行われた国会議員選挙で、与党国民の党が大敗して以降、大統領の支持率は 30% 前後と低迷を続けている。韓国調査会社リアルメーターが発表した直近のデータでは 29.6%。3割切りましたね。そうした中、野党はユン政権に対する批判のボルテージを上げ続けている。特に最近、ユン政権や与党の政策を親日だと糾弾する声が最大野党民主党、共に民主党から続々と上がっている。韓国での親日批判はこれまでも繰り返されており、決して珍しいものではない。一般的に韓国社会における親日とはうにゃうにゃってあるんだけど、まあ、以下ね、この、まあ、韓国の野党、まあ、野党というともね、国会で6割の議席持ってるんですよ、韓国の野党は。で、その韓国の野党がですね、今の大統領、ユン・ソンニョルさんっていうんですけど、明日からですね、岸田さんが卒業旅行に行くそうでございます。で、ユン・ソンニョルさんと語り合うそうでございますけど、共に民主党という野党からするとですね、ユン・ソンニョルさんは親日なんですね。それを攻め立てるんですよ。で、ここでまたですね、反日が盛り上がるんちゃうかというのが、この、韓国で大学教授やってる、助教授かやってる先生の見解なんですけど、まあ、多分この方もね、韓国で反日が盛り上がってほしいと思ってるんでしょう。その方が自分の、なんていうか、こう、ネタにしやすいから。いや、私も同じなんですよ。韓国で反日が盛り上がるとですね、こんな楽しいことはないんですよ。まずもって自分にとっては無関係です。だって僕は日本人ですから、日本に住んでる日本人ですから、韓国でどんだけ反日が盛り上がっても私に対して影響はゼロです。でしかもネタにできるわけですよ。いや、こんなアホなことしとんであいつらまたってこう言えるわけですよ。こんなこと言うてんねみたいなですね、言えるわけですよ。でもってですね、大きく見れば日本経済にとっては関係ないんですよ。2019年、今から5年前ですね、の今頃、もう反日が大盛り上がりだったんですよ。むっちゃ盛り上がってて、街中反日ってノージャパンやってやったんですよ。で、日本にいらっしゃるインバウンドの方々の中で韓国の方が一番多かったのに消えたんですよ、街から韓国人が。でも全然関係ない。その分ヨーロッパから人がいっぱい来たんですけど、まあ、全然関係なかったんですけど、その日本経済には。で、まあ、要は関係ないんですよ。いかに韓国で反日が盛り上がろうと、日本に住んでる日本人にとっては関係ないわけです。で、影響を受けたとすれば、対馬でですね、韓国人相手の観光業を営んでる在日韓国人の方々が、ちょっと商売に多大な影響を受けたんですけど、それ以外は全く関係ないわけですよ。
だから韓国でいくら反日を盛り上がろうと、だから全然関係ないですよ。だから見てて超面白い。だってむちゃくちゃなことやってるの。あの人たちってね、エモになった時のあの盛り上がりってすごいんですよ。で今回もそれをこう今の現在の野党が反日を盛り上げようとしてるんですね。で野党のイ・ジェミョンってやつと、その野党第2党のですね、あの張国ってやつはものすごい反日なんです。ものすごい反日で、今の大統領ユン・ソンニョルを親日やーって言って弾劾しようとしてるわけですよ。やったらね、頑張らなあかんや、頑張らなあかんやって。いやでもね、まあでもね、見てるとね、あのこの先生はまた反日が盛り上がってきたって言うてますけど、あの私ずっとそれを期待してウォッチングしてるんですけど、いまいち盛り上がっていないんちゃうかなという気がしますね。というのはね、あの韓国の方ってね、今年の1、6月で444万人来てるんです、日本に。多分この1年で900万人以上は来る、いらっしゃるわけですね。で、1000万人近い方がいらっしゃるわけですって。大体 Z 世代なんですよ。20代から40代ぐらいの若い人たちが日本に来るわけであって。で、彼らはものすごい反日教育を学校で受けてるわけですね。でも日本に来ると、彼らが教えてもらっていたあの日本という、悪い国と現実の日本との違いを、多分ギャップを感じると思うんですね。で彼らはですね、あのリピーターになるわけです。若い方ほどですね、反日ではなくなってきてるんですね。当たり前ですけど、で一番好きな国日本なんてこなる人がいるわけですよ。いやだからあの今の韓国の野党が反日って頑張ってもですね、いまいち盛り上がりが欠けるんですね。でもそれ残念です、はっきり言うて。いやもうちょっと盛り上がってもええんちゃうのと。でまた日本行ったらへんとか、日本のもの買わへんとかでやったらいいのに、むっちゃくちゃやったらいいのにと思うんですよ。そうしたらね、あの2019年当時ね、あの韓国に LCC って6社か7社があるんですけど、みんな日本で食うてるんですよ。日本の地方空港との行き来で食うてるんですけども、それが全部客がいなくなって空気運んだんですよ。そしたらですね、例えばそうですね、成田は空きませんけども、ちょっと地方の空港からですね韓国へ飛ぶ飛行機、片道500円乗れたんですよ。あの時行っといたらよかった、ほんまに。あの時ソウルに行ってね、反日運動見たかったわ、ノージャパンっていうの。5年前、いや実際行こうと思ったんですよ。プサンに行ってね、成田プサンが500円ぐらいだったの。いやほんまですよ。成田プサンに行って、プサンから、当時まだプサンから対馬へのフェリーが出たんですよ。片道2000円ぐらいだったから。で東京からね対馬に行こうと思ったらね、片道2万円か3万円かかるんですよ。で当時成田経由で行ったら対馬まで片道どうでしょうね、3000円か4000円で行けたら、行かなあかんやんとさ。対馬行きたいですね、実はね。対馬一回行ってみたいと思ったんですけど、行かんやん。プシュで、また、プサンに帰ってから慣れて、今度できたら、私500円ですよ。むっちゃ安いやん、それ。そうでしょ。いや、あれ行こうと思ったんですけど、ちょっと寒かったんですよね。ちょうど今頃盛り上がったんですよ。で今頃計画したんですよ。先生行かへんとか言って、行くとか言って。でもな、12月やしなとかって、僕が考えたら12月なんで行こうと思ったの。年末の休みに行こうと思ったんですけど、あの時でもリー・ソクで行ってたらよかったですね。ものすごく後悔してる。いやだからまたやってほしいですよ、反日。ノージャパン、日本なんかあかんって、反日やとか言ってやってくれたらですね、多分日本に来る韓国人はいなくなるんで、そうするとまた LCC が500円とか1000円とか出してくれる。ほんだら行けるん。めっちゃ楽しいな、それって。で黙ってたらね、向こうに行ったら日本人ってバレたらやばいからね。ずっと黙ってたら、なんかバレたら I'm Chinese って英語喋ってたらいいわけでしょ。いやー期待してんねんけど。でこの先生も期待してあるんですよね、あの韓国で大学教授やってる先生も。でもなんかね、この先生はまたあのなんていうかな、反日で盛り上がるって言ってるんですけど、なんかしらけてるんですよね、若い韓国人って。まあ散々なんていうか、韓国でやってるあの反日教育って大体嘘ですから、嘘がバレてるのかなという気もしますけどね。まあ分かりません、はい、とりあえず貼っときますね。
韓国で反日が再び一挙に、最大野党党首が玉ねぎ男、玉ねぎ男はチョ・グクっていう、あの娘さんが、娘さんや息子さんのですね、大学入学の書類を偽造してですね、奥さんは服役して、旦那も今国会議員ですけども有罪判決を受けて控訴しているという、もう考えられへんぐらいのですね、犯罪者は元ソウル大教授、日本では東大教授ですよ。しかもこの人で、ね、一瞬ね法務大臣やったんですよ。玉ねぎ男と狙う日韓関係の大暗転、大暗転ななるかな、分かりませんけどね。次の 大統領にね、この最大野党党首とかね、玉ねぎ男がなったらね、もうすごいですよ。超応援するんですけど、反日大統領の誕生再び期待するやん、ほんまにと。このアドレスをですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。